フランキー・ライモンザ・ティーン・エージャーズはアメリカ合衆国の黒人とヒスパニックによるドゥー・アップグループである。1956年に全米7位、全英1位を記録した当時13歳のフランキー・ライモンのリードボーカルによる恋は癖物のヒットで知られる。ダイアナ・ロス、デビッド・ボーイ、山下達郎、ボーイ・ズ・ツメンなど後世のミュージシャンに多大な影響を与えた。 1993年にロックンロールの伝道に選定された。ジャクソン5に先駆けた黒人系アイドルグループであり、デビュー曲恋は癖物は世界的に大ヒットし、後に映画アメリカングラフィティの挿入歌としても使われた。エドワード w ・ W ステスキット中学校の生徒らでドゥーアップグループクーペデビューを結成。1954年、 12歳のフランキー・ライモンがに、加わり、いくつかの解明を経た後に、G レコードでオーディションを受け、1956年1月に、ザ・ティーン・エージャーズとしてデビューする。1957年9月に、ライモンが脱退し、ソロ歌手に転校。ライモンは、その後低迷し、1968年2月27日、15歳から、 使用していたヘロインの過剰摂取により25歳で高し下。ありがとうございます。